もう一人の坂本龍馬。英国の武器商人から大量の武器を倒幕派へと流すその動きは、幕末の動乱にさらなる風雲を呼び寄せる。一方、ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は、京を焼き尽くすという江戸遷都計画を密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。起きなはれ。おう。なんや、起きてはったん？カラスがギャーギャーうるさくってな、目が覚めちまった。まあええわ、ご飯できてる。え、近藤勇は覆面の男ではなかった。新選組の天然理心流の使い手は残り4人。